東京カラーソニック。え、おお、すっげえ。セブミ見てみろ、めちゃくちゃ綺麗な夕焼け。本当だ。んだよこの家、すっげえ見晴らしいいじゃねえか。絶景だな。未来くんのお家の方がいい景色見えそうだけど。んなことねえって、俺はこっちから見る空の方が好きだ。変なの、未来くんがそう言うと嫌いだった景色も綺麗に見えてきた。なんじゃそりゃ。だってこんなに空が近いと思ったの初めてだもん。きっと未来くんが隣にいるからだね。そうか。うん、未来くんと見る景色は何だって綺麗に見えるんだろうな。この先もずっと。何くせえこと言ってんだアホが。え、もしかして照れてる。照れてねえし、この俺が照れるわけねえだろ。声大きい、やっぱり照れてるんだ。おい、あんま調子乗んな。ごめん。あのさ、もう少しだけ俺の話聞いてもらってもいい？なんだ？あのね、本当は分かってたんだ。ここに帰ってきても待ってるのはあの頃と変わらない現実だって。案の定本当にそのままだった。お父さんもこの部屋も何も変わってなかった。さっきね、久しぶりに会えたんだ。でも俺が帰ってきた理由も聞かずにすぐ行っちゃった。そっか。今までの俺だったらどうしてなんでって泣いてるだけだったと思う。でもね、さっきの未来くんの言葉で少し考えが変わった。俺、お父さんに向き合ってみるよ。カラーソニックが終わって次に札幌に戻ってきたら自分から歩み寄ってみる。うまくいくかわからないけど。セブミ、もしかしたら拒否されるかもしれないし、二度と口を聞いてもらえなくなるかもしれない。でもさっき未来くんがぶつかってくれたみたいに、俺も気の済むまでわがままになってみようかなって。どう思う？こういうの変かな？全然変じゃねえ。むしろすげえかっけえじゃん。ほんと？ああ、親父に対しての葛藤なら俺もよくわかるから。そうなの？まあまあ、うちはお前の父親とは違うタイプだけど、向き合わなきゃいけないって意味では同じような存在だよ。そっか。お、だからさ、今のお前の話聞いて俺も見習わねえとなって思ったわ。俺もカラーソニックが終わったら一度親父と腹を割って話そうと思う。
聞きたいことも言いたいことも山ほどあるんだ。だからありがとな、勇気出た。そんな、俺は未来君がいてくれたからこんな気持ちになれてるんだよ。その言葉そのまんまそっくり返す。俺たち実は似てるところあるのかな。そうかもな。性格は全然違えけど、なんつうか魂が似てんのかもな。魂？おう、隣にいると最強になれる。なんかそういうのよくね。そうだね。カラーソニックが終わったらさ、俺もお前も元の居場所に戻るけど、俺たちの始まりはそっからなのかもな。そうだね。ある意味それが本当の戦いかも。でも不思議と怖くねえ。俺もカラーソニックもその先も俺らなら大丈夫だよな。そう信じてる。